動画の収録した後に気づいたんですけど、花粉症でね、鼻かんだ時のここ、あのティッシュのカスがね、つけっぱなしでした。ティッシュここにつけっぱなしでずっと喋ってます。どうぞご覧ください。はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。じゃん、 5D マーク4と 50mm F1.4 キャノンのメートル元気と呼ばれてるものですね。元気じゃないんだけど、物差しの基準になるもの、要はキャノンの EF レンズの基準になる 50mm レンズだよというね、そういう異名を取るレンズでございます。こちらを持ってうちの妻と一緒にね、写真展の会場で記念写真でも撮ろうかと撮ってまいりました。その時に使ったのがこのレンズということでね、今日このレンズの話をしたいと。いいっすね、やっぱりね、いいっすね。まあ基本今回お見せするのはうちの奥さんを撮ったものですね。あと後ほどね、スナップショットなんかもね、ちらりとお見せできたら良いかなとは思います。普通に記念撮影、人物撮影と呼ばれるものですね。ポートレート的なもの、スナップポートレートとかね、そういったものにはね、全然問題なく使えますね。柔らか描写だなぁとは思いますね。カリカリしてない、カリカリシャープに撮りすぎない、ボケの丸ボケのね、周り、あの輪郭線がね、ピカーッと光っておりますね。なんかこう白々しい感じになっちゃうんだよね、そういう風になるとね。まああとはね、レモン型の猫の目みたいなね、そういうボケの形がね、端っこの方には見られますけども、いかんせんやっぱり古いレンズなのでね、例えばね、近接撮影、あの45センチです45センチっつったら結構離れないといけないですよね。今のマキエレンズよりもいい点としては、ここにね、メモリが入っておりますね。メモリの窓が開いておりますね。中古で買うのが妥当だとは思うんですけどもね、3.5 万円とかそういうもので買えるような気がするけども、メートル元気とかいう割にはもう結構な古いものだからな、これはな。まあでも僕は気に入って使ってますよ。これ以上の、あの、L レンズとかはもう買う気がないです。取り立てていいレンズというわけではありませんよ。キャノンを使ってる人はいろんな判断材料の基準値として、これはまあとりあえず所有しといてもいいのかなと。ということで、写真展ご来場お待ちしております。またねー。